若い子を引っ張れるかという、うん、その辺も注目していただきたいなと。なるほど。そしてメインでは、はい、これまたカオル君の同期であるコンバット選手が長与千種と一騎打ちをするというね、はい、注目カードが目白押し。目白押し、はい、はい、それではその中で、まずはですね中野対長島というカードをご覧いただきましょう。楽しみですね。バッガイアネオエナジークイーンヒストリー95公式戦15分一本勝負、中野千尋対長島千佳代。小島さん、はい、この中野対長島というカードなんですが、シングルマッチでは過去に一度だけ行われてますね。そうですか。その試合は、そうですか。はい。その試合は何の試合かというと、中野選手、はい、いつでしたか。デビュー戦です。なんですよ。なるほど。ガイアジャパンの旗揚げ第2戦 5.1 高楽園大会。はい、中野選手のデビュー戦の相手がこの長島選手だったんですね。どれだけ成長したかというものを、はい、この試合でねぜひ見せていただきたいですね、はい、まあ、デビュー戦ということもありまして、その時は12分52秒片指がされて長島選手が、勝っているんですが、果たしてその雪辱を果たすことができるでしょうか。これはソバットですか。面白い動きですね。ですかね。でも今回このリーグ戦、はい、これだけ長くやってる分、そういういろんなドラマが見れていいですね、はい、デビューから半年経ってどうなったかとか、はい、ね、2度目の対決でどうなるかとか、ああいうのが見れて、最初はこんな長くてどうなっちゃうんだろうと思ったんですけど、はい、最初決勝戦が4月ということですから、はい、やはり今現在リム戦を戦っている選手でも、うん、やはり序盤戦と今の戦いと随分違ってきたんですね。違うと思いますし、この今の映像と今ではまた違うと思うんですよね、はい、そういう意味ではすごく興味深いリム戦になりましたね、はい、そして今現在試合をさばいている伊藤幸子レフェリーも、はい、もうそれに違和感なく、はい、という感じですね。いや、ガイアの大きくなった姿を見るようで、なんか嬉しくなってしまいましたね。あ、小島さん涙がいやいやグラウンドでヘッドロックに捕らえられている中野ですが、ここから脱出することができるか。中野選手、はい、で、まあ、先ほどあった通り長島選手とのシングルというのはデビュー戦以来なんですが、はい、この日の試合に向けてやはり中野選手とは違ったような思いがあったんじゃないですか。デビュー戦に負けてしまっているので絶対勝ちたいという気持ちだけはありました。はい、で、この長島をボディーサーまで叩きつけて、しかしこれはブリッジで返す。現在までのところ長島が 1.5、 中野が1というポイントになっています。で、ボストンクラブ、これは長島ロープはかなり遠いで、ポジションを変えられるか。そして片指に行こう。中野選手、ここはぜひとも決めたいところですね。はい。カオルさんからご覧になって、まあ、デビューから半年が経過して、中野選手いかがでしょう。まあ、良くなったと思います。声もだんだん出てきてますし、はい、まあ、技はまだまだなんですけど、気迫っていうものを感じられますね、はい、まあ、気迫を前面に出して絞り上げる中野。まあ、そのデビュー戦にしても12分という、まあ、考えてみればこれはデビュー戦としては長丁場の時間ですよね。うん、ね、うん、ですからデビュー当時は強いインパクトを与えられなかったかもしれませんが、しかしこの実なかなか粘り強い一面があるのかもしれません。またそういった過程を後楽園のお客さんはまた見てますからね、はい、ずっと、それ長島がまたしてもロープに逃げるが、この脇当たりは離しませんね。何が何でも勝ちたいという、ね、はい、気持ちがすごくよく出てますよね。そしてエースを絞り上げてエルボー。どうなんでしょう、ここまでのところ長島やや動きに精細がないかなという気もするんですが、ずっと押されっぱなしですね、はい、気迫負けしちゃってるんですかね、そういう意味では。あ、ちょっと様子を見てるというふうには見えませんよね。押されちゃってるって感じですね。まさかデビュー当時の
気持ちがそのまま残っているわけではないでしょう。ここからは気にするかないでしょうね、まさかね、はい、そして何目で投げつけてロープに飛ばす何をやってるドロップキック、そして追い打ちポールニカ、これはどうだ、1でカウント2、中野選手、はい、やはり攻められていてもそうはいくかという思いあるでしょう。はい、どうしてもやっぱり勝ちにこだわりたかったので、はい、やられてもすぐ返したいというその思いが見えることができるか。変形のフェイスロック、やはりあれではちょっと決まりませんよね。決まらないですけど、長嶋選手あれだけやられてたのにすごく落ち着いてるのが不気味ですね。音はない。あ、この中で叩き落として中の場外へ、そしてフェンスに叩きつけた、おっと、2位かわされた、中野選手、はい、痛恨ですね。すごい痛かったんです。ああ、本人のペンを待つまでもなく、見ただけでこない、見たまんま痛いですね。そして、その痛みが左膝のため、センターはややポジションか。たまらんですね。たまらんですね。さっきもだって全身にガーンって振ってみたんですよ、ね。それはどこでしょうってよく見えましたよね。見えましたね。ど真ん中だったのが。やはり痛い時ってのは人間必死になるんですね。ありますね。しかし、逃げるのは精一杯、そこから反撃にはなかなか映れない。おっと、試合やはり、中野選手、はい、もう痛めた右膝なんですがサポーターしてますね、はい、これは前の試合で痛めたとか、あのどうしてもあの膝にまだ力がないので、はい、あのまだまだ力が、あれ筋肉がついてないので、はいはい、なるほど。じゃあ特に怪我をしてというわけじゃないんですね。はい、とすいません。いいえ、いいんです、いいんです。さあ、いいなんです、ロック、これはいや、ロープ近いか、しかし長嶋はまだロープには手が届かない。カオルさん、はい、今の中野の表情いいですね。表情は飛び抜けていいと思うんです、新人の中でも。はあ、ちょっと含みのあるような新人時代は表情が勝負ですからね、表情がどういうふうに見せるか、技うんぬんはもう全然できなくて当然なんですけど、やはりその表情っていうのは気持ちがどれだけ出てるかっていうことですかね。これこのリーグ戦優勝できなくてもベスト表情賞とかですね。あ、いいですね。ぜひ上げたいですね。握手これなんで用意しましょうか。いいですね。誰か中野選手でいい顔してくださいね。今度みんなね。難しいですね。実は中野選手、次の試合でまたいい表情しないといけませんね。はい、これに断られても困っちゃうんですけど。そうですね。技を言われてもね。やはり試合内容が大事ですから。はい、やはりこちらで表情に気を取られている隙に姿勢に回ってしまいましたね。ボディスラムリング中央、そしたらカウント2、どうなんでしょうね。ここで、おっと、ローリングのヘッドバットを狙ったが、それを切り返してエアプレスピー、しかしそれをさらに切り返してローリングクラッチ、それを返したら中野、いいですね、いいですね、いいですね、そうでなくちゃいかんですね。さて、あっと、これを不要に戻ってきたところ、あった、これは顎が顔面打ちましたかね。顔面ですかね、顎ですかね。いや、いいですね。さあ、どうだ、トライアングルフェイス、おっと、これは強烈、そしてカバーに入り、カウント2、返しますね。で、ロープに飛び乗って、ドラッグから飛んだローリングクラッチ、しかし、おっと、これ、広重治、
まりはどうだ。ちょっとロープ近かったですかね、はい、でも見事ですね、驚いちゃいますね、はい、うん、おっとまだ離さない、どうしても勝ちたいという気持ちがどうさせるんでしょうか、に、はい、痛めたその右膝で2位、この時はもう痛みは忘れちゃってるのかな、どうでしょう、試合中は痛みとかは全然わかんないんですけど、うん、終わってからすごいあざになってたりとかね、あー、おーこー、危ない、危ない、やはりそれだけ夢中になってるってことですかね、よく選手の人は試合中は痛みを忘れると言いますが、それだけアドレナリンがバンバン出てるってことですかね、でもさっきの選手はすごく痛いと思います、あれは誰が見ても痛いですね、あれだったらギブアップしてますからね、してますよね、たまらないですよね、小島さんだったらフェンスがギブアップしちゃうかもしれませんね、いやどうでもいいんですけど、さて、おっとこれコーナーサイドでボディスラム叩きつけて自らはコーナートップから何を狙ってるんだ、飛んだー、やはり2位、しかし、カウント2、惜しい、そして、すかさず、これはクラッチ甘いですかね、いやいや、焦っちゃってるんですかね、勝ちたいという気持ちが焦りに繋がっちゃってるのかもしれないですね、はい、チャンスですよね、はい、さあ、ロープにして帰ってきたところ、おっと、うまい、しかし、ここでこのまた、いや本当残念、惜しかった、中野選手いいところまで攻め込んだんですが、これがでもデビューから半年7ヶ月ですか、はい、成果は存分に見せてもらいましたよね、はい、そしてまだまだこれから先もあります、あります、決勝戦は7月まだリーグ戦の行方も分かりません、はい、そして今年はガイア設立して2年目に入ります、まだまだこれくらいの魅力がどんどん出てきますね、試合後の表情も、デビューの時とは全然違いますしね、次戦う時にはどっちが勝つかわからないし、はい、また違う成長ぶりを見せてもらえると思いますし、はいはい、試合の方は11分17秒はエビがためで長島近江が勝利を収めています、この結果リーグ戦得点は長島 2.5 中野1ということになっております、いやーしかし中野選手今後に期待の持てる一戦でしたね、はい、クランブル、ソウルトゥーソウル、45分一本勝負、さて苦労の国、中山香里、石倉井海外、香里、里村芽衣子、そして上松俊恵、小島さん、はい、この試合はこの2日前にですね、はい、61年目に同窓会ということで、はい、工藤選手たちがやってるんですね、はい、FMW の横浜大会ですね、その時香里選手が惜しくも、まあ、61年組5人いるんで、はい、1人漏れてしまうという形で、ね、やはり5人の中から4人となると、他の4人がずうずうしいんで、さっさと並べ上げちゃったんで、香里選手迷ってるうちに選ば、ね、決まっちゃったんで、損しちゃったんですけども、まあ、注目としては、その工藤香里の同期対決がどうなるか、はい、ということと、はい、あとはまあ2人とも今、トップの立場にあって、若い人に引っ張って引っ張っていくことになるわけなんで、はい、試合の中でこうどうお互いに下の2人をコントロールしていくかというところ、2つが見ものですね。はい、そうですね、まあ、両チームともに、2人ともキャリア1年目ということで、はい、その新人同士、外野は里村、そして FMW は中山。まあ小島さん、古い話になりますが、思い起こせば、思い起こせばといっても思い起こすほど難しいこともないんですが、10年前、86年8月の8日、はい、東村山新スポーツセンターという、はいはい、大会場とも言えない会場で全日本女子の試合がありました。そしてその日のラインナップの中にデビュー戦同士の試合がありまして、さあ、工藤芽衣子、前田香織さんですね、はい、香織さんどうなんでしょう、まあ、素人考えでは10年ということが一つの節目でいろいろと昔のことも思い出したりするんじゃないかと勝手に想像してしまうんですけども、そのあたりどうなんでしょう。そう
ですね、もうあんまり昔すぎてあんまり覚えてないですまあカオルさんもいろいろありましたからね、まあこういう名前を出していいんでしょうかというユニバーサルですとか、はい、まあ、そのフリーというキャリアもありまして、その後ガイア設立に参加したという、はい、まあ、そういえば、まあ、ガイア設立の前日でしたか、武道館大会というのは記者発表の、はい、ですよね、クロ選手とシングルマッチやってますね、はい、クロマッチね、はい、あの日まではインフェルナルだったんですね、はい、という意味では節目節目で駆動戦というのがあったわけで、これからまた、まあ、この日は6人タッグですけど、また一騎打ちするときはなんかね、はい、大きな節目が来るかもしれないですね、うん、特にカオル選手61年組の中で遅咲き揃いの61年組の中でも一番早く、はい、花開いたというかいう部分があるので、まあね、大きく大きく入ってほしいですよ、僕は、まあ、ね、ご本人を横にして言うのもなんですけどもやっぱり私の周りの女子プロファンの連中でも次回旗揚げ以降あのカオルだっていう声はやはりみんな同じように言ってましたね、そういろんな経験をする分、今ね、はい、いろんな経験がミックスされて、うん、大きなあれになってると思うので、無駄じゃなかった、はい、10年間。そして、そのカオルが登場、若手をリードして、トリプルキック。これは意識してやってますね、完全に。そうですね、結構。工藤を恵みに見せつけてやろうと。ということは、やはりどうなんでしょう、まあ、テーマ的には、工藤との直接対決云々というよりも、はい、どれだけ若手を引っ張って試合を作れるかといった方があれなんでしょうかね、そうですね、本当にこの日は若手を引っ張ることしか頭に考えてなかったので、その前に長谷選手に見せつけられてますから、こうやって引っ張るんだっていうことを浜松で、はい、まあ、逆を言えばその部分では工藤めぐみに勝てるぞという自信があったわけかな、自信っていうか、やっぱり向こうも長いですからね、新人は下っていく、トップの座が長いですからどうかなと思ってましたけど、まあ、そういう部分カオルさんからなって工藤めぐみという、まあ、選手というかリーダーというか、うん、どうなんでしょう、とても大きく見えました、なるほど、あ、崩れた体勢から強引にレシーブ持っていくのは、ここは中山がカット、あと里村選手、はい、あ、試合の方に熱中しましたねいやいやいや、さて今日はカオル選手と組んで、さらにもう一人、はい、今タッチしました植松選手なんですが、はい、やはり他の選手とはちょっと違うでしょう、はい、どうしてもこうライバル心というか、はい、やはり小島さん、はい、どうしても里村と植松というのはこうライバル同士として語られやすいですよね、その部分、まあ、周りの責任もあるかもしれませんけども、はい、本人同士も当然そこは強く意識しているでしょうし、まあ、それはいいことですよね、1年目からそういうライバル関係があるということは、はい、10年経ったら工藤香織のようなまたね、いろんな比較のされ方ができるわけであって、うまいですね、小島さん、いい、何をおっしゃいます、それを見せてくれる工藤香織の2人がいるからこそこういうことは語れる、うまいな、本当にうまいな、ありがとうございます、10年やるってことは、ね、悩み対決のことじゃないですから、はい、これはおっと、これはいい、あ、正面からのドロップキック、そしてここで工藤につなぐ、ここで工藤がどれだけ若手をリードしているか見せてくれるでしょうか、今の時点ではなんかやっぱり薫選手の方がうまく試合を運んでるなという感じですね、工藤選手ね、前の日右下ステッセスマッチやってるんで、そうなんですよね、もあるのかなとは思うんですけどね、気が抜けちゃったって思うけども、はい、かなり激しい試合をやってるんで、はい、この工藤の、手のひらの反則、はい、包帯はこれ前日にはなかったものです、はい、前日の、FMW 後楽園大会で有志決戦の試合を行いまして、その後遺症ですね、
ドタバタになってましたわね、体中ね、はい。まあ、考えてみたら、その翌日に試合をするというだけでもすごいんですが、今日は昨日の試合とは全く違う難しいテーマを持ってこの試合に挑まなければいけません。その分石倉と中山がそこまで引き回して、ね、頑張ってくれればいいんですけどもね、はい。まあ、小島さんは FMW もずっとご覧になってるわけですから、はい、外野3戦以前の石倉中山っていうのをご存じなわけですよね、はい。どうなんでしょう、外野に出るときはいいんですよこれねいいじゃねえか、そうですか、いいぞって FM リングでじゃあ楽しみにしてるから今日はちょっとダメなんだなこれがっていう、その緊張感が持続できないのかなっていうのが、よそ様のリングに上がってるという緊張感でいいのかもしれないですけど、戻ってくるとダメなんですよ。なんでですかね、なんでですかね。まあ、例えばあの以前ですね、次長が言ったことなんですが、はい、例えば JWP の若手が、ガイアンのリングに上がったときにすごく優勝して、それはなぜかというふうに考えてみたら、ガイアで試合するというのはエプロンの先輩がいない。なるほど、ね、その部分で開放的にできるんじゃないかと、プレッシャーから解放されるという、自分はいないです、自分のところもいないですということは、だから意識的にガイアの終わった後、後楽園のじゃあ石倉対中山を攻めるよとかあるわけですよ、そこで成果をファンもそれ見に来てるわけだし、成果出してくれるかなと思うんですけど、ダメなんですよね。ということは、まあ、そういう部分においては JWP と FMW の若手の、まあ、手がちょっと違うぞと、まだその域まで達してないんじゃないですかね。なるほど、さあ、フィニッシュ、シャー、これは高い、持ち上げてから叩きつける、そして中身たち、まあ、確かに私も FMW の試合を見るときに、どうも外野で試合をするときとは違って気に足りないぞという思いがあるんですが、ね、だから彼女たちが頑張ってくれれば工藤選手もわざわざユース決戦とかやる必要ないんですよ。結局そういうところにつながってきちゃうんだね。まあ、効果不効果、この2人っていうのはそれまでの FMW の選手のイメージとだいぶ違ったカラーで、でおかげさんで早いうちからガイアさんに出してもらってるんで、ファンの見る目も違ってきてるんですけどもね、はい、それに逆に押し潰されちゃってるというか、期待されちゃってる分、本当は答えなくちゃいけないんですけどね。カオル選手あたりから見てどうなんですかね、中山選手と石倉選手、いやでも気が強い選手だなと思いますけど、気が強い、お、これはカメルクラッチ、まあ女子プロの試合ではどこでもお約束のような攻撃なんですが、あれほど正面からのドロップキックを受けるというのは今まで難しかったんでしょうか。ここで釣り天井軽々と釣り上げた。今カール選手気が強いという話が出たんですけど、それが伝わって、ね、見てる側から中山の香りが気が強いというのは伝わってこないんですかね。逆に里村選手とかは常に攻めてても守ってても体中から気迫を走ってるのが分かるんですけど、中山石倉の場合本当に一瞬一瞬に出ることはあるんですが、それがずっと出てないというか、そこはガイアと FM さんなのかなと思っちゃうんですけどね。血に秘めちゃう部分っていう、芯は強いと思いますよ、芯の。どうなんでしょうね、FMW とそういうものを全面に出すことを良しとしないっていう空気でもあるんでしょうか。そんなことはないはずですけどね。そういうことはやっぱり個人個人の問題なんですかね。里村選手のこういうところから学んでほしいですよね。こういう技をきれいにやろうという気持ちも大切ですけどね。これですか。これですよ、若手は、新人は。もう一発振るところを振り返され振り返され、そして嬉しい逆十字。しかしやはりタックはカットが入りますからね。里村選手集中してますね、はい、試合に。やはり今日は自分が取りたいっていうのは余計あるでしょうね。川村が上野選手の手が、これは背後から駆動、そしてバックアップと、おっと早い、今のは良かったですね、良かったというのを薫さんには申し訳ないんですが、そして薫
工藤選手は薫選手とやりたかったんでしょ、当たりたかったんじゃないですか、今の一球見てるとなかなか出てこないから、ちょっと3発目を捉えたらエンズイ、やっぱりどうしても自分のテーマとは別に個人的な気持ちってのはありますから ね、特に工藤選手に口癖と最近なってレスリングがしたいっていうのがありますから、私はプロレスやってないよっていうのがあるんで、はい、ついつい薫選手に見てるとやりたいなっていうのが出ちゃったんですよね、今の攻防見てると。あった、これは工藤のオリジナルストレッチですよね。で、はい、ヨナスが勝ったして、そして薫がロープにしてるぞ、決してこれはダブルアームですか、いや、このままドライバーに行くことするんでしょうけど、いわゆる、あっと、しかしなかなかそうはいかないのが6人タッグ、うまく薫選手が2人を使ってますよ、やっぱりね。そうですか、ダメ、あ、違うんですか、指示通りに動いてくれるし、指示出さなくても動いてくれるし、理想的じゃないですか。そして片足を固めてのバックドロップホルダーカウント2、里村選手、はい、やはりああいう場面になるとこうすかさずこう体が動いちゃうって感じですかね、はい、そしてこれがあっこにお任せ、全国の皆さんにもお披露目が終わっております、スワンタイム式のムーンサルト、しかしこれはカットされた、おお、はあはあはあ、名前も掘りましたね、チャチャ入れるなって感じですか、そうですね、取れた取れたそしてサルトモルタル、上野さん、この前の大会で9時にもサルトモルタル決めてるんですよね、サルトモルタルやった後にもう一回エルボーでバーンっていくのがいいですね、はい、おっと、しかしそう簡単にはいかない、これおっとスリーパーで振り回された、やはり軽量の悲しさ、たまんないですね、怒らすと怖いですからね、子供にはね、怒らせない方がいいです、小島さんがそういうくらいですか、かなりなもんですよね、怖いなもんですね、しだし、そして中山サクテールも、そして最後に九度目が金パタクからかわした、しかしベースクラッシャー、かわしても2の矢3の矢ありますからね、コーナーに登って何を狙ってんだ、しかし上は吸い返った、あちょっと来てますかね、で石倉飛んだ、ローリングクラッチはサトーラーカット、一見辺は攻めてるみたいですけども、総合的に見るとダイヤの上だなっていうのは分かっちゃいますね、なのでね、はい、カットもタイミングといい、例えば今の合体攻撃なんですが、これがやろうとしてることは分かるんだけどっていう部分がちょっとあるんですよね、ワイヤーの選手はわーって言ってもこの人たちはよっこらせって感じでやってるでしょ、小島さんどうなんですかね、まあよく言われることがあるんですけども、NKMW のプロレスっていうのは基本は男子プロレスで、男プロレスだからっていうのは、でもそういう言い訳は聞かないですよね、一緒にやってる以上ね、今はそれでもっと特徴いいところを出さなくちゃいけないですよ、おここはカオルがコーフォロー、そしてすかさず取り付いてのエビが止めに行こう、カウント3、これは最後あれっていう感じですね、うまく丸め込んで外されたかと思ったらね、意地でガーッと引っ込んじゃいましたね、綺麗に決まらなかったと石倉の方も誤解しづらかったっていうのはあるんですね、あるでしょうね、逆にね、なるほど、小島さんからご覧になってこの両チームそれぞれテーマをいただいた、まあ薫選手の育て方、動かし方が正しいということでしょうね、工藤選手をこれから打ち返っていくと考えてくれ、何で育てるかと、そんなですか、毎晩考えてもらいたいですね、
来ません、ありゃ そんなにあれかなと思わなかったんですけど、そうですか、堀選手いかがでしょうかね。もう自分は負けた、もう持ち一角で負けたと思ったんですけど、なるほど。レスリーズ60分一本勝負、長与千種対コンバットトヨタ。さて、コンバットトヨタということは、これはぜひともカオルさんにお話を伺わなくてはいけないと思うんですが、はい、カオルさん、この前日の FMW 後楽園大会でコンバットトヨタと、先ほどもお話に出ましたがシングルマッチを行いました、はい、まあ振り返りになってら、あまり振り返りたくないんですが、そうですか。そこをなんとか私としても非常に聞きづらいんですが、いやでも大きかったです。何もかもが、何もかも、はい、体だけでも、はい、存在ですとか、はい、なるほど。それに飲み込まれないで、まあ、負けちゃった負けちゃったんですけど、終わったと握手もしないで、ね、対戦を見受けしたところにカオルの高さが見たぞ、うん、もう今までどう違うぞと、甘ったれたこと言ってるんじゃないと、はい、はい、あとこのコンバットの今膝を痛めてるんでしょうか。コンバットですか、はい、まあもうなんといっても引退を決めた人ですからね、精神ボロ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 なんですけども、まあそれはそうなんでしょうが、うん、まあ、デブは足を狙うって鉄則があるんで、それでじゃないでしょうか。なるほど、なるほど、なるほど。このデブということは、怒りのようなものが感じられるんですが、それはあの小松田豊田選手のあのカール選手に対するあの線の細さ、ギャーという言葉に対する、そうですね、悔しかったらこのぐらい動いてみろと言ってやりたいですよね。そうですね。小島さん、はい、この長与選手と相対しているコンバットなんですが、はい、いかがなんでしょう、こう現状一度、はい、ブロックアウトして、はい、90年3月、はい、FMW のバイニングテープに参加しました、はい、で、まあ、半年後の8月にはコンバットを取ったという名前にしましたけれども、はい、それ以降の名前の中でコンバットを取ったという選手は結局ですね、工藤めぐみという選手がエースの座に、FMW 女子のエースの座についてしまったので、はい、ずっとサポート役というか、敵に回っても味方に回ってもサポート役で来てしまったと、はい、まあ、本人としてはそのまま終わってもいいかなという気持ちもあったみたいなんですけども、まあ、ここに来て、まあ、引退しようと決意してからですね、やっぱりそれじゃいけないんじゃないかと、はい、最後の最後はやっぱり自分が手派を探せないとということもあって、この流れ線もまたあるんですけども、うん、ただやっぱりさっきも工藤選手と試合で言ったんですけども、レスリングしたい、はい、土屋たちの狂気まみれの試合ばかりやってるんで、心の中が今の人に見立たれじゃない状態がずっと続いてたんで、それに長与千種がいかにして火をつけてくれるかというわけで、というところですよね。まあ、FM 参戦当初はただ土屋前止まりといったあたりと、はい、まあ、グループを結成して教えていた時期もあったんでしょうけども、まあ、彼女にしてみれば自分たちの教え子たちがあんなめちゃくちゃなことやってるから、ね、自分にも責任があるわけじゃないですか、はい、育てきれなかったと、変な方向に行かせてしまったと、そこにジレンマもあるんですけど、ね、それを叩き潰せない自分がいて、ね、でもレスリングやりたいけども、まずはその彼女を潰さなくちゃいけない、これもジレンマの中でこの長与戦と、今しずまだ気持ちが燃えてこない、このそれは逆に言えば教えられなければ自分の試合で見せるという、そうですね、ことになりますね。だからそれは土屋たちに対してのものもあり、また自分自身の引退へ向けて完全燃焼したいという部分でも、はい、ね、この試合でビシッと見せてもらいたかったんですけどね、今のところまだなんかスパートかからないというか、ガーッと来るものがないなという気がしますけどもね。カオルさん、どうなんでしょうね、このトヨタ選手の試合スタイルということでもないんでしょうけども、やはり気持ちの部分なんですかね。
引退しても後悔はしないってこの間、まあ、試合当たり前なんですけど、引退決めたあたりぐらいから話してた時に、引退しても多分後悔はしないだろうっていうふうなことは言ってましたけど、それはあのいろんな人と当たれるって、ここに来て引退って名前が出てからいろんな人と当たれるようになって、もうそれで多分後悔はしないんじゃないかなって言ってましたけど、今まではやりたくてもやれなかった相手だけど、引退って名前が出たらなんかいろんな人とできるってことで、そうですね、まあ、例えばこの長代にしてもそうですよね、まあ、これまで FMW とのガイアの絡みの中でタッグは組みましたね、はいはい、土屋を倒すために組みましたね、はいはい、ここに来てシングルマッチということは当初、まあ、すぐには、はい、いずれやりたいという気持ちは当然あったでしょうが、うん、だそれが引退ということが出たことでこう実現したと、で、まあ、後悔しないと言ってますけど、ここで納得がいかない試合になっちゃったらやっぱり後悔すると思うんですよね、はい、せっかく長代中佐が大体にすごい中途半端な試合をやってしまったなということをずっと引きずって生きていかなくちゃいけないわけじゃないですか、まあそれは先ほどあったレスリングがやりたいという思いとも張り合ってくると思うんですが、はい、その気持ちを汲み取ったからこそこの試合にはレスリングというタイトルがついてるんですね、はい、この試合とっても好きなんですよ、自分自身で、本当に 今の時代にない基本のレスリングっていうの、はい、なんか見てて懐かしいような、本当にクラッシュが全盛期だった頃の動き、あのくらいの時のレスリングスタイルじゃないかなと思って、ということはパウル選手とはコンバット選手たちが憧れていた時代のプロレスということですね、はい、なるほど、さあトルキックで長野をリングを蹴散らし、そしてコーナーからコンバットが飛ぶのか、コンバクランチャー、おこれは重い、いや、あの長野選手がすごい潰され方をしましたね、今の勢いはすごかったですね、しかしバックを取って上腕でバックドロップ、やはりグリップがもちろんなかなか投げ切れませんね、ちょっとこのボディでは、ね、これでフルコーナーから長代が飛んだ、長代選手このところ飛びついてますね、飛びついてますね、自分の影響でしょうか、あ、なるほど、長代選手ひそかに薫選手の技を盗んでおきます、場外観光が数えられていますが、リングアウトという決着にはならないでしょう、この2人は、はい、足下手を下手に捕まえてセンターでフルドライバーを狙っているのか、足下がありませんね、重いですからね、あっとこれ強烈、そしてあっと飛んだところが現役ダリエット、後ろ振り振って投げた、これバックを取った、しかしバックを取り返した、3度目の正直、これ綺麗に入りましたね、まあいいですね、重い攻防でいいですね、これね、まあ、先ほどコールドがこの試合が好きだとおっしゃったんですけども、やはりあっパーインビッグライター、こう私がもうついついこう見入っちゃうっていうのがありますね、最近のプロレスには確かにこの重厚さっていうか、これがないですよね、技技技でいっちゃって、
つ一つの技に心がこもって力がこもってっていうのはあんまり見られないんで本当に見てますね。ウルシマさんのところでクラッシュ時代の女性スタイルという話がありましたが、高山さん、私もやっぱりクラッシュを見てきた世代ですね。はいはいはい、この辺はやっぱり見入っちゃいますね。コンバットも懐かしいなと思いながら戦ってるのかもしれないですね。あ、これだったかなと自分がやりたかったことは随分遠回りしてきちゃったけども10年目にまた戻ってこれたなというね。そういう意味ではカオルさんにもカオルさんの10年がありますし、考えてみると長井オチムさんのスタイルに憧れてレベスラーになった選手本当に多いですね。ね、今のガイアの新人の選手たちみんなそうなわけじゃないですか。それを考えるとすごいですよね。ファンクラブの会員までいますからね。そう、名前は言えませんけど佐藤選手でしたっけ。こういうね、世代を超えて影響を与えている長屋チームさんって本当にすごいですよ。あ、そういう意味ではこのコンバットにしても、この試合が集大成にできれば、そうですね、越したことはないという思いがあるでしょうね。ここで一つ集大成というか自分のプロレスラーとして自分の一区切りがつかないと、はい、FM に対して工藤との付き合っても決着をつけられないから。そうなんだね、白バックドロップ。ほーん、一発重いですね、一発一発が。まあやはりこれまで自分がやってきたことの証というのを長井チームさんには見てもらいたいでしょうしね。そうですね、逆に言えば長井チームさんはリングを離れている間支えてきたのはこの人たちなわけですから。そうですね。とワントツー、逆にね、FMW とかできなければ他団体時代にならなければ長井チームさんまた団体を旗揚げして帰ってくるって発想もなかったでしょうか。全然ジャパン女子だけだったら、そういう意味じゃ胸を張ってもいいんですよね。コンバットとか、この国は何を狙っている。これは CT スキャナーですか。あ、そうですね、ちょっと崩れちゃいましたね。難しかったですかね。この感覚やはりそれが難しいか。いい声出してますね、またね、コンバットが。おっと、ほら、俳優からスリーパー同時め。なかなかこのコンバットという選手の表情が出にくいタイプの選手ですので、これだけ顔に出るというのは、ね、珍しいですね。ちょっと変な人の良さばっかり飛んでいちゃって、あの凄みを消しちゃってる部分があるんですけど、すごく生き生きとした目を見てしまいましたね、さっきね。はい、どうしてもこう随所に少しだし見込み試合中でも取れた乗り越えというのが顔を出すんですが、ですよ、ね、はい、今のはどう見てもプロレスラーコンバットというのですね。おっと、このポーズは決めにかかるか。このコンバットを抱え上げられない。この肩に担ぎ上げることができなければ今のポーズは無理やってしまう。コンバット打ち勝ち。そしてコーナーからこのエルボーを狙ってるんでしょうが、しかし長屋起き上がった。お、あ、なるほど、うまい、なるほど、その手がありましたが、ここで担ぎ上げてナイスから、ワンのスリーからカウントスリー。試合の方は質問の通りというか、ランニングスリーから片指固めというコースで長与が勝利を収めたんですが、しかし小島さん、はい、本当の言葉じゃないですけど、今の時珍しいスタイルですよ ね、 そうですね、最後の一撃必殺というね、はい、まあ、コンバットはちょっと最後の勝負を急ぎましたね、不用意にコーナーに登ってしまったなと思います。踏み誤ったところが疲れたという形ですかね。それでも、それこそさっきのカオル選手のところじゃないですけど、悔いはないんじゃないですか、この試合だったら。なるほど。
相手レスリングの試合じゃなかったよ。なんで強めんだよ。こいつ新人の目からしてるんですよ、自分は。自分の声でよく泣き目さかいてましたから、ある時に試合会場でこいつのことを血まみれにしたことだったんですよ。顔だろうが何だろうがバコバコに蹴飛ばしてですね、こんだけ強くなったんですよ。本当自分やられましたよ、間違いまま。こいつはやめていいんですかね。お前は土屋さんだからいいけど、長山まだ土屋さんしてないぞ。その前に二人でタッグ組んでもう一回あいつらを叩き潰さなきゃいけないじゃないですか、お前。昨日言われただろう、カオルに勝ち逃げは許さないって。そしたら一つ、組んだ逃げは許さないぞ。組んでから逃げるのは絶対許さないからな。お前そのまま逃げてみろ。お前に火つけに行ってやったからな。そんなにいい人だね。クリスマスファイティングの模様をお送りしたんですが、小島さん、はい、この試合初めてご覧になって、初めて見て、いかがだったですか。いや、行かなくてまず今後悔しているのは一つですよね。10年の重みをね感じてしまいました、ね。最後の奈良選手のマイクに、馬場選手の戦いに、10年、女の10年は重いなと。なる、まあ自分10年前から見ててよかったと思いますし、それから10年後鳩村選手とかね、はい、中野選手の10年後どんな試合やるか見たいんで、10年後もプロレスを見続けていようと。いいですね、誓いました今日。10年後も当然週刊プロレス大健在で、やります。バリ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 とやります。それではその10年ということを踏まえて、この大会を振り返っていただきたいんですが、カオルさん。はい、もうちょっと工藤とやりたかったですね。あー、でも小島さん、これ当然ですよ ね、まあ、早い時期に見たいですね。まあ、工藤選手も当然そう思ってるでしょうからね。じゃあ有刺鉄線デスマッチで、あ、違いますか。違いますね、はい、いや私としてはぜひとも JCTV 認定で見たい、マッチをやっていただきたいななんていうふうに思うわけなんですが、はい、さてカオルさん、はい、ここで何かガイアさんの方からお知らせが。はい、新人を募集してます。あ、出ましたね、また、はい、また新人を。はい、何か特に条件とか。いや、特にないです。ただ160センチ以上が優遇とか。ああ、なるほど、そういう感じなんですけど。まず書類で落とすことはないというような。ないです。なるほど。ないですかということですが、どしどし我こそはと思う方はご応募いただきたいと思います。そして、後楽園ホール大会がまたありますよね、はい、まず 2.16 すぐなんですよね、はい、これがまた、はい、カオル対コンバットというか、あの対戦カオルさんの勝ち逃げは許さないと言った言葉を受けてのものと言っていいですかね。やる気を買ってメインイベントで長与千草をセミに追いやってメインイベントでやります。なるほど、はい、5.14 の再現ですかね。あらかじめのメインということはすごいですね、はい。そしてその後 3.8 も後楽園ホール大会あるんですが、すごいですよ、言えないけど、言えないけどすごいですよ。今日言えるのは 2.16 ですね、はい、2.16 はそのコンバット対カオル以外にリーグ戦ではまず佐藤選手が、はい、佐藤選手とぶつかるんですね、はい、あまりこれまで初めてです。初めて、はい、おー、これは見に行かなきゃ。行かなきゃ。小島さん、サウナで寝てる暇ないですよ。絶対行く、絶対行かなきゃ。いや、なんかね、ありそうでないような試合だなと思ったんですよ、ね。さて、そして中野選手は、はい、上松選手と組んで
久住長島、あら、チーム松戸、チーム松戸、J&G の優勝チームですね。あ、そういえばね、宮崎選手怒ってました。私と加藤選手も愛知県チームです。勝ってから言え、はい、決勝戦まで行ったんですけどね、やはり優勝しないといけないということですか、はい、さて、いつものようにポスタープレゼント、こちら10名様にカオル選手のサインで差し上げます。 3.8 フーホット甲羅県大会のポスター。カオルさん、すみません、後ほどサインの方よろしくお願いします。で、あ、中野選手どうもありがとうございます。ということで、今日はこういうメンバーでお送りしました。あずさき、こちらどしどしご応募くださいね。皆さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。小島さん、お忙しいところありがとうございました。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。